理事は、中華民国、中華人民共和国の政治学者、歴史学者。日中戦争直前、抗日運動を行ったことを理由として、国民政府から迫害された七君子の一人として知られる。後に、中華人民共和国でも、反ウ派ハ運動、文化大革命で、ウ派ハとして、迫害に相死亡した。次は、優生、竹商人の家庭に生まれる。 1917年、優秀な成績で、聖火ルミ予備学校に入学した。1919年、54運動が起きると、王は、聖火学校学生評議会主席などを務め、積極的に参加し、二度逮捕された。1925年、聖火学校高等科を卒業して、公費により、アメリカに留学、ウィスコンシン大学に入学している。また、 アメリカ政治学会にも加入し、1929年、同大学大学院で政治学博士号を取得した。同年中に、イギリスに渡り、ロンドン政治経済学院で政治思想、比較政治を研究している。翌1930年8月、大作り里寺は帰国して上海光科大学教授、政治系主任、文学院院長、中国工学政治学教授などを務めた。 なお、帰国当初の大作り時は国家社会主義を信奉して中国青年党に加入し、その幹部として反三民主義、反共産主義の論人を張っている。後に中国国民党の一党先生を批判する論文を発表したためについに学校から追われてしまった。そのため弁護士を開業して引き続き活動を展開している。1931年、 満州事変が勃発すると、大津り寺は、抗日旧国運動に参加し、民の理解進会という団体を組織したり、雑誌、主張とも批評半月間、自由言論半月間などを刊行したりした。1933年、総敬礼、再元売、要教仏らと、中国民権保障同盟を結成した。1936年11月22日、王は、陳一史樹、 章の器、数等分、利口しらき、砂地里、と、資料と共に、国民政府当局により、蘇州高等法院官書書に、収監されてしまう。その後、世論の激しい反発もあって、翌年7月31日に、オーラは釈放された。日中戦争勃発後の1938年、大津久里寺は、厚生小政府主席熊式、輝きの章制に応じ、 厚生地方政治公衆院教務主任研教授に任せられた。同年5月、基地案で雑誌、前方日報を創刊して社長に、就任6月には国民賛政会賛政員に任命されている。翌年3月、紹介南省が日本軍により陥落させられると、王は故郷の基地案で抗日の言論活動を継続した。この時、 中恩来と秘密裏に対面している。また、国民党からも入党の誘いがあったが、王はこれについては拒否している。1946年春、大作くり寺は、上海に移り、国境内戦反対の論人を張った中華人民共和国成立後に、大作くり寺は、加藤軍政委員会委員、加藤文教委員会委員、 中国人民政治協商会議上海市委員会第1期常務委員、上海市各界代表会議特別招兵代表、上海法学理事となる。また教育会では、上海誠名文学院、上海前進中学、上海招兵補修学校の当事長を務めた。1951年8月、福丹大学政治系教授となり、 あとに、同大学歴史系教授も担当している。1954年12月には、政教全国委員会第二期委員となった。しかし1957年3月、反右派運動の中で、大作くりは右派人士とみなされて、批判にさらされてしまう。以後、教職からは追放され、福丹大学図書館で、便所掃除をさせられている。 1966年の文化大革命でもやはり、批判対象とされ、同年11月21日、上海第一監視所に収監、迫害を受けた。1971年8月2日、そのまま大造り寺は国士した。去年69、1980年5月、大造り寺の名誉は回復され、同年8月20日、上海市政治協商会議と、 福丹大学の合同主催により追悼会が開催された。その他、役所多数、ありがとうございます。